フェリックス・クレール・リデルはフランスのカトリック教会司教。パリ外国宣教会の宣教師として朝鮮に渡った。沖ノリ大ン君によるキリスト教弾圧を生き延び、その後も朝鮮に対する宣教に努めた。官名はリフク名。リデルはロワール・アンフェリウール県のシャントネに生まれた。1857年にパリ外国宣教会の聖職者に除外され、 宣教のために1861年に朝鮮に密入国した。日のエトラ協国によって、1866年にベルヌー司教、ダブルイ司教、及び7人のフランス人宣教師が死刑になったが、リデルは生き延びて、清志に脱出し、朝鮮の惨状を訴えた。12人いたフランス人宣教師のうち、生き残ったのはリデルを含めて3人だけだった。 フランスはこの事件に対する抗議のために、ローズ少々率いる三隻の軍艦を朝鮮に送り込んだ。リデルは1870年にベルヌート W を継いで、司教及び朝鮮首都座大陸の第六大首都座大陸に任命されたが、朝鮮の解禁政策はより厳格になり、入国は困難だった。高下党事件後の1876年に、 リデルは二人の宣教師を朝鮮に送り込むことに成功した。リデル本人も1877年に朝鮮に再入国したが、国に入れられ、翌年、清へと国外退去させられた。リデルは、その後日本に住んだが発作を起こし、療養のため1882年にフランスに帰国した。1884年に二度目の発作を起こし、バンヌで没した。 リデルを中心として、1880年に横浜で朝鮮語の辞典が出版された。それまでにも宣教師による朝鮮語辞典は存在し、前任者の W 指教も辞典編纂を行っていたが、それらはすべて手書きだった。この辞典は、西洋人による最初の印刷された朝鮮語辞典であり、693ページ、約11万語を収める。 左横書きの朝鮮語出版物である点や漢字、ハングル、ラテン、アルファベットの活字が混在している点で、活版印刷史上も重要である。この書物のためのハングル活字は、朝鮮人信者のチェジヒョクが原字を書き、漢字の大きさに合わせて5号、3号の活字が、平野富士の活版書によって作られた。木活字や文豪活字以外では、初のハングル活字だった。 辞典は横浜のカトリック山手聖堂で編纂された。翌1881年には朝鮮語の文法書を出版した。辞典と同じ5号、3号の活字を使用している。リデルは極中記を書いている。ありがとうございます。